こんにちは、 We Like Stones の清水です。ちょっとね、いきなりもう石だらけなんですけれども、まあ、開封の儀とかね、いろいろやるんですけど、さすがにここまでのたくさんの石にね、埋もれて始まることちょっと初めてなんですけど、大体石700個ぐらいあります。これね、全部ね、先日と行われたミュンヘン、ドイツで開催される世界4大ミネラル賞の一つ、ミュンヘンミネラル賞で買い付けた石たちです。ちょっとね、軽くミュンヘンミネラル賞の様子をね、みんなに見ていただこうかと思います。こんな感じです。ミュンヘンミネラル賞もね、世界4大ミネラル賞の一つなんですよね。アメリカのツーソン、フランスのサンマリー、またこれはアメリカのデンバーで、こう最後のドイツのミュンヘンですよね。で、何本か前でですね、デンバー賞で仕入れたね、石たちを紹介させていただいたんですけど、その時はですね、やっぱちょっとファインミネラルって呼ばれるような、本当に綺麗な、ちょっと値段も高い石、仕入れて紹介させてもらったんですけど、今回はね、もうちょっとやっぱりリーズナブルな、ちょっと買いやすい商品をね、ちょっと提供できるように、数は多く、値段が抑えめの石たちをですね、たくさん仕入れてみました。でね、こちらがもうその700個の石たち、こう全部なんですけど、まあ、ちょっとさすがにね、これ全部紹介しちゃうと、このもう動画がもうね、何時間にもなっちゃうのでこの中からね、僕がちょっと気になったのとか、特に紹介したいものをね、ピックアップしてご紹介させていただきたいなと思います。はい、ではね、ちょっと紹介していきたいなと思います。ちなみにね、700個石あるんですけどね、もう全部ね、ヨーロッパの石ですね。まあやっぱね、ミュンヘン賞、ドイツのイベントなんで、ヨーロッパの石がね、たくさん出てるんですよね。で、特にやっぱスペインのが多いかな。やっぱスペインって面白い石がいっぱい取れるんですよね。フローライトがやっぱ一番有名なんだけど、水晶とかもあるし、ね、シナバーとかカルサイトとか、金属鉱物なんかもあるし、でちょっとまあそれで特徴的なやつをね、何個かこう紹介していきたいと思います。で、まずまあちょっとスペインって言っちゃったね、やっぱスペインでも代表格なのがこのナバフンですよね。こうパイライト、不思議ですよね。これ自然ですからね、もちろんこれみんな初めての人誰か磨いたんですかとか整えたんですかとか言うんですけど、本当これ自然に取れたまんまの姿ですね。このナバフンのパイライトはこう本当に真四角で取れるんですね。ちょっとこれクラスターみたいになっててまた面白いですね。まあでもこのパイライトはこの1個しか入ってませんでした。あとちょっと面白い水晶とかもちょっと紹介したいな。これもね、スペインの特徴的な石なんですけど、これブルークォーツで、ちょっとこれ青い水晶なんですよね。ただ水晶の結晶もね、ベータクォーツって言われる形で、こう両剣なんですかね、こうコロンとしたような、結晶がちょっと特徴的ですよね。映ってるかな、わかりますかね、この青い部分が水晶なんですけど、なんか独特のインディゴライトみたいな色合いでね、面白い水晶ですよね。だいたいこんな母眼付きで出てきますね。あとまあ水晶ついでに、スペインの水晶ですね。一見ちょっともうハーキマダイヤモンドですよね、両剣でね。でも本当にハーキマと見間違うぐらいの透明度と、あと結晶の良さ、綺麗ですよね。これね、もうちょっと綺麗なやつもあったんだよな。それもちょっとすぐ出てこないかな。出てきたらちょっと見したいな。多すぎて探せないというね。多すぎて探せない。水晶どこ、あったあったあった、これだ。これ綺麗だったんだよな。すごいでしょこれ。虹も入ってるし、虹映るかな。見えてます虹。ちょっとこのオイルっぽさがちょっとハーキマとはまた違う感じも出ますけど、この剣の綺麗さなんかはね、透明度なんかは本当ハーキマですよね。サイズも大きいしね、イタリアとかでもね、カララでも一回動画紹介したことあるけど、カララじゃここまででかいのはまあないのでね、いいですよね。これ綺麗、めっちゃ綺麗、すごい好き。戻して
何ですかね、あ、こんなスパレライトなんかもこれ結構アメリカとかが多いかもしれないけど、これもスペインのスパレライト、結構大きい結晶ですね。ちょっとねライト当ててみましょうか。これの場合はこのスパレライトの色の綺麗さが伝われば嬉しいんだけどな。この飴色というか映ってるね、このモコモコってのも全部結晶面ですからね。多分上から当てると飛んじゃうけど、裏から当てると色の濃さがしっかりと、いいですね、綺麗。あ、バライトもあった。この水色のねバライトもね有名ですよね。うん、綺麗。ちょクラスターになってるのもまた面白いですね。このまま見てられる。まあ、一応シナバーなんかもね。どっちかっていうとまあマニアックな石かも。あのシナバーだけじゃなくてこれ水晶と共生しているのもこの石の見どころかもしれない。このキラキラしてるの分かりますかね。これ水晶ですね。で赤いのがシナバーね、新社。かわいいでしょ。あ、これちょっとちっちゃい水晶のポイントが見えるかな。ああ、これもね、皆さん見たことあります。これアラゴナイトですね。これもスペインでは有名ですよね。こうアラゴナイトでバイカラーになってるのっていう、僕は逆にここぐらいしか知らない。まああるんだろうけどね。こう真ん中が紫で外側がちょっと黄色っぽくなってるっていうね。形もいいですよね。こうクラスターになってて、これでもいいアラゴナイトだな。あの普通これねアラゴナイトあんま透明度出ないですけどね、これ透けるんですよ。うわ、あ飛んじゃうか、飛んじゃうな色が。あの透明度があるんですよねこのアラゴナイトね。ほら飛んじゃってる、色全部飛んじゃってるかな。この透明度がある感じは分かってもらえると嬉しいんだけどね。難しいか。めちゃくちゃ綺麗。これなんかもね面白いですよね。このキャルコパイライトキラキラしてるのがね。でこれね何の上に乗っかってるかって、これねカルサイトのクラスターの上に乗ってるんですよね。わかります？これ水晶じゃなくてカルサイトね。ほら面白いでしょ。カルサイトのクラスターの上にこうモコモコっとキャルコパイライトがキラキラーとついてる。でこれねこういうねフローライトのね上に乗ってるタイプのあるんですよね。これなんかほらアストリアスのねあのイエローフローライト、それの上にキャルコパイライトがこう被ってる。こう真四角なフローライトの結晶の上に、面白いでしょこれ。なんかキャルコパイライトって結構好きでさ、やっぱこの色がね、これなんか見てこうなんか虹色になるんですよね。これがなんかずっと見てられる、これ好きなんですよね。これもフローライトの上に乗ってるタイプですね。これちょっと隙間にイエローフローライトが、わかるかな、ちょっとライト飛んじゃうか、飛んじゃうかって感じで、じゃあまあフローライトに行きましょうかね。やっぱちょっと今回ねほとんどフローライトなんでね、やっぱフローライトって一番人気ある人なんで、それを中心に入れてますからね。これなんかはね新しいタイプ、新しいってか昔からあったのかな、僕は最近よく見るタイプなんですけど、この紫だったり透明度がすごい高くて、しかも結晶がピンピン、これはボガについてるタイプなんですけど、あの本当に単品でも結構出てて、それ単品の方が圧倒的に母眼付き結構珍しい。こんな感じとかね、綺麗でしょ。なんか整いすぎててさ不思議ですよね。これもちろんどこも磨いてないですからね、自然な結晶ですからね。まああとはやっぱ一番有名どころだとね、これね、このイエローのタイプね。なんかスペインを代表とするフローライトなイメージですね。この黄色でね、綺麗なんだけどね、量が結構取れるんでね、よくみんな見ると思う。みんなスペインのフローライトって言ったらこれを最初思いつくんじゃないかな。そのぐらいよく見るタイプですね。でまあスペインといったらね、このパープルのタイプ、これもやっぱりすごい有名で、これもアストリアスですね。
このゾーニングがすごい綺麗なんだけど、あ、映ってるね。このゾーニングって皆さん結構僕の動画見てくれてる人は分かると思うんですけど、まあ、フローライト特有のものでね、こう領域でこう色が分かれてるんですよね。これがやっぱはっきり分かる方がフローライトとしてはやっぱ値段が大体つきやすいですよね。これなんかやっぱ色もねディープだし透明度もあるし表面の照りもいいからいい結晶ですよね。綺麗。これもいいな、ね、これなんか真っ透明なフローライト、水晶みたいな透明度でしょ。ちょっとこの僕は白だと分かりづらいから背景がね、真っ透明水晶みたいでしょ。これもフローライトですからね。でもちろんどこも磨いてない、もう自然な結晶面のまんま。不思議よねこれね。これ綺麗だな。これめっちゃ綺麗だね。これは仕立てたいな。こんなのもいいですね。これもゾーニングがしっかりと分かる。ちょっと表面が溶けてる感じなんだけど照りもあって中がよく分かる。光当てると飛んじゃう。あ、でも分かるね。このぐらいだったら分かるね。いや、これもやばいぐらい綺麗だよね。見て、完璧すぎない？これ本当みんなね磨いてると思うけど全く磨いてない。本当取れたまんまですからね。いいフローライトっていうのはさ、この本当に結晶面が綺麗でこの照りもあるし透明度もあるんですよね。いや、これいいな。この色がいいわ。不思議な色。もう見て、この向こう側の字が読めるでしょ。透明度が高すぎて。ちょっとこの角度が下手すぎる。いいね、これ。これもいいね。一番好きかもしれないな。このキャルコパイライトの、なんかこのバランスもいいし、透明度もいいし、この青の深さがいい。やっぱ青いフローライトっていいよね。なんかずっと見てられるわ。これもだいたい紹介したかな。もう何を紹介して何を紹介しないか分かんないから、ね、この辺も見せたよね。これね、このクラスタータイプというかね、これも綺麗よね。水晶の上に、これもそうですね、水晶、細かい水晶の上に細かいフローライトがついているタイプ。結晶がちょっと特徴的で面白いね。これね、真四角じゃなくて、これなんかバルセロナのフローライト、色がちょっと特徴的ですね。また変わりましたよね。ちょっと黄緑っていうかさ、明るいなんかエメラルドみたいな、質のいいエメラルドみたいなね、フローライト。このタイプはやっぱ蛍光するよね。この色は蛍光強いんだよね。だいたい紹介したかな。あ、こんなのもあるね。こんなのも、まあ、有名どころですけどね。この、 あのスペインのアラゴナイトですよね。開けた方が綺麗に見えるわ。可愛いですよね。こんな感じかな。こんな感じでちょっとまあ、全部はさすがにちょっと時間的に難しいんですけど、ちょっと紹介したいなっていうのはざっとちょっと紹介させていただきました。ここからねちょっとあの仕立てたりとかね、あのミネラル商用にこうミネラルボックスに入れて、あのお客様にね提供できるような状態にしたいと思います。ではね、こんな感じでね、あの僕が今回ちょっと仕入れたものをね、あのさらっと見てもらいました。ちょっと量が多かったんで本当はもうちょっと見てもらいたいんですけどね、ちょっとかなりダラダラした長くなっちゃうんでね、ちょっと僕がピックアップしたものだけをね紹介させてもらったので、まあ、ちなみにねこのね買った石たちはね、これから年内までにはね頑張って仕立てて、この登戸のショールームにね飾りたいと思いますんで、あの気になる人はぜひお店に見に来ていただければ嬉しいなと思います。はい、あとね、あのホームページにもですね、ちょっと一部これだけかやった感じなんですけど、あの、まあ、せっかく YouTube で紹介させてもらったんでアップしようと思うんでね、この紫でね透明で結晶が綺麗なタイプ、このタイプをねちょっと8個ほどピックアップしたんで、スペシャルプライスでホームページにあの出そうと思うんで、合わせてあのホームページも飛んでね見ていただければね嬉しいなと思います。こんな感じですね。綺麗でしょ全部ね。なんかフローライトと思えないぐらい綺麗だと思う。あ、これなんか最高じゃん。ピンピンじゃん。透明度も高いし、
透明度のフロー、ね、このフローライトでこんだけ透明度になるとなかなかないですよね。はい、一緒にホームページもご覧ください。なんかね、分からないことありましたら気軽に僕の X でも、インスタグラムでもですね、あとこちらの YouTube のコメントでもいいのでお気軽にコメントください。最後までご視聴いただいてありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。コメントもお願いします。